フォトインフィニティホヤ、グループ脱退後初のソロステージに涙、次のチャンスはないと思い、写真イコール KBS。不朽の名曲、放送画面キャプチャー元インフィニティのホヤが、不朽の名曲に初めて単独で出演し、優勝した。ホヤは4日に韓国で放送された KBS2TV、不朽の名曲に出演した。今度はインフィニティのホヤではなく、ソロ歌手ホヤとして出演したステージだった。この日の、不朽の名曲は歌手キムウォン巡編だった。ホヤは最後のステージを飾った。ホヤはキムウォンジュンの、君は俺のもの、を選曲し、印象深いステージを披露した。甘い雰囲気でスタートし、途中には強烈なダンスも披露し注目を浴びた。特に激しいダンスをしながらも安定した歌唱力を見せた。ホヤはキムウォンジュンの絶賛を受け、428票を得たモンイと1票差で劇的な優勝を収めた。ホヤは、ステージに立つ機会が多くなく、今回は自分が良い姿を見せなければ次のチャンスはないと思い、一生懸命準備した。夢を見ているようだ、と話し、涙を流した。ホヤは昨年8月、インフィニティから脱退しソロとしてスタートを切った。ウーリムエンターテインメントの専属契約終了後、俳優の道を歩むため契約更新せずにインフィニットを離れた。その後ホヤはミュージカル俳優として活動した。砂時計でミュージカルデビューしたホヤは、フロリアスエンターテインメントと専属契約を結び、本格的に俳優として活動した。ホヤは、本業である歌手の姿を見せるのが優先だと思う。これから活動を通じて自分が追求している音楽的な面を見せていきたい。さらに様々な場で活動し、皆様にマルチエンターテイナーとして覚えてもらえるために頑張りたい、と覚悟を明かした。マルチエンターテイナーになると約束したホヤは、本名であるイホウォンとい、お名前で俳優活動をスタートし、ドラマ、トゥーカックスに出演した。その後ホヤは3月にインフィニットを脱退し、ソロ歌手としてスタートを切った。初めてのソロ曲、エンジェルを発表したが、この曲は KBS 放送不適合判定を受けた。しかしホヤは5ヶ月後、KBS バラエティ番組に出演した。自身のソロデビュー曲である、エンジェルは歌えなかったが、不朽の名曲に出演し KBS で初めてのソロステージを披露した。ずっと立ちたいと思っていたステージ。インフィニティ脱退後初めて立ったステージで、自分一人の力だけで優勝を獲得した。涙を流すしかなかったステージだったのだろう。元インフィニティホヤ、脱退後の生活に言及、3ヶ月の間。ファンからは心配の嵐、元インフィニティホヤ、すべて失ってもいいという覚悟で、これからは思うように生きる。